ロの曲合いますね、朝の一斉離陸。エントリーナンバー、言った。Entry number 34, Mr. Kawada Jisukov. And the balloon magic. Okay, that is from Lithuania. Mr. Lucas, Rokas Jisukov. Have a nice flight! どういうかどういうか一応分からんことになってくっけ、今ね、ほんまので。もうパンフレットと、もうあちこち見ないといけないですね。ざっといかんよ。ざっといかんです。ざっといかん。はい。Entry number 29, Mr. Ino from Mie Jisuka. Have a nice flight! マンタマ急に赤い風船と書かれています。ナンバー29番、Mieのパイロット、イノーさんです。イノーさん、so we got two more left. Entry number 47, Mr. Sadashima from Saga just took off. Oh, taking off. Okay, let's wait. Entry number 47, Mr. Sadashima just took off. Have a nice flight.一緒に夜ご飯食べたんですよね。バルーンの方だろ。
板ネタのランドリーさんの鉄板ネタが放送等で繰り広げられておりますが、はい、さあ、今ですね、またシーサーの車がたくさん入ってまいりましたけども、今度はフェスタのね、競技が行われます。これタスク3、パイロットディクレアルゴールということでね、また、ここで立ち上がって飛んでいきますけども、飛んでいく前に自分のゴールを、指定して、そしてここから1キロ以上3キロ以内のドーナツ状のエリアのところに、ピンクのマーカーを投下することになっております、ね、また、競技がもう一つございます。フェスタという競技、この、パイロットたちもね、ベテランパイロットで、はい、いらっしゃいますので、はい、ぜひ、見てくださいね。このフェスタの競技のパイロットっていうのは、うん、大体どういう方が多いですか？はい、今回のね、参加できるパイロットは、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれども、パイロットになって50時間以上の経験者ですね、はい、しか参加することはできないんです。でフェスタの、ね、パイロットのほとんどの方は、まあ、過去、はい、競技の方ね、参加しておられた方がほとんどなんです。で、もうでもそろそろね、競技じゃなくて、うんうんうん、一つぐらい競技して、あとは楽しみたいと、ゆつらっとしたわけですね。佐賀の空を楽しみたいという方がほとんどです。じゃあ余裕を持ってらっしゃる方ですね。それと皆さんのね、佐賀でどこかにアップしたのは、これだけのお客様の中でね、飛べるというのがものすごく喜びなんです、ね、まして、こんだけの、ね、数だったら自分たちは目立つし、そういうんですね。で、手も振っていただくし、声援も、ね、送っていただくし、世界でも、ね、こんなに、ね、たくさんお客様がお見えになってね、声援してくれるところなんてほとんどないんですよね。だから海外の、ね、パイロットを来る皆さんがよく言うのは、お客様のね、なんか非常にマナーがいい。ああ、嬉しいですね。とね、これだけのお客様がいらっしゃるのに、ゴミがもうほんとないんですよ。そう。皆さん、持ってきたのはゴミはね、ゴミとね、感動はね、家に持って帰っていただいてるんです。ゴミと感動と思い出を持って帰っていただいてる。たまにはいいこと言うでしょ。ねえ、たまには。でも本当にね、お客様のね、マナーが。さっきのお客様にいらっしゃったのはどうしてなんだっていう ね、すごくね、海外の皆さんは驚かれてます。ちょっとアルバーカーキーでも大きな大会があるんですけど、お客さんと一緒に行ってる、お客さんと一緒に行ってる。